はい、レオンチャンネルです。仮面ライダーリバイス、ついに第1シーズンが終わりましたが、おい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 、ものすごい数の謎を残して今日の放送が終わったんだけど、新たな謎も提示されましたね。で、来週お休みで次の放送が1月9日っていう。で、そこで、ボルケーノが登場するみたいで、今週やっぱボルケーノの先行登場とかもありませんでしたね。ただ、最後の最後で狩崎がボルケーノのスタンプを研究室で持ってるシーンがあったので、そこを来週、再来週か、トレーニングさせて使わせるっていう形になっていくと思いますが、あ、そう、まず、ちょっと言っていい？五十嵐三兄弟がさ、なんで仮面ライダーに変身できるかっていうと、それはパパさんの子供だから疑惑が出てきた。これまで一輝たちが変身すると心臓が出てきて、心臓がドックンっていう風にさ、一回心音が鳴るじゃん。あの心臓が、僕らは一輝の心臓だと思ったんだけど、じゃなくって義父様の心臓だった。要は第1話からもう思いっきりミスリードがあったわけですよ。で、なんで義父様の心臓かって分かったかっていうと、義父様のあの石の像がフェニックスに回収されて研究をした結果、中に心臓があって、それが心音が鳴ってると。要は義父様の石像の中には心臓が詰まってる。そして元太、五十嵐元太、パパさんね、パパさんには心臓がないことが判明しました。心臓が抜け落ちてるんですよ、臓器の中で。そこが、まあ、流れからすると義父様の心臓とつながってるというか、パパさんが義父様なのか、義父がパパさんの契約悪魔なのか、ちょっとその辺謎っすよね。まだパパさんの心臓は義父様の中にあるんじゃないかっていう風に読み解ける感じですよね。で、そのパパさん経由で義父様とつながってる、まあ、血筋とかでつながってるがゆえに、五十嵐三兄弟が変身可能なわけですよ。で、変身時に義父様の心臓がドックンって出てきて、パパさんと血でつながってる。で、パパさんは義父様とつながってるので、五十嵐三兄弟が変身者としての資格を持ってるっていう流れだと思います。すげえ、マジでこんな謎をまだわかんないけど、そういう風に読み取れるんじゃないかなっていう。で、他にもね、いろいろ判明したことがあって、ヒロミがね、もう体調不良がやばい。もうデモンズの副作用がやっぱね、ジョージ狩崎が編集者本人に伝えてないリスクがあるみたいで、ただ狩崎的にはヒロミの体調変化は別に気にしてない装備でしたね。だけども、変身した後も結構ボロボロな状態で、いよいよデモンズのヤバさが表に出てくるんじゃないかなと。あと、ヒロミあれだね、第1話で降ろされた司令官に復帰されて、マントもね、羽織っててかっこよかったね。そして、あ、カメレオンデッドマンズの正体はやっぱり誰でもなかったね。まあ誰でもなかったっていうか、ザブングル加藤さんだったんだけど、お笑い芸人の。ただこれまで登場した誰かっていう、銭湯の常連とかじゃなくて、まあ新キャラ、野良怪人だったってことで、ある意味そこはしっくりきたかな。若林司令官になり変わってたと。若林司令官もね、やっぱ退場なのか、カメレオンになった後のちょっと高い声で喋るキャラクターとか好きだったんだけどな。で、最後ライダーキック受けて消滅する寸前にザブングル加藤さんってことが判明して、悔しいですって言うかと思ったら、悔しいなって言ったから、そこは悔しいですって言ってあの顔して退場してほしかった。やっぱりあのギフティックスクラスフェーズ3になるともう人間には戻れなくって、ライダーキックを受けると消滅するってことがもう判明して、あとはアギレラ様の怪人隊クイーンビーとか言って、女王罰だって超似合う。アギレラ様のイメージ通り。そして元のこれね、ドレス姿に戻ったし、もうフリオがね、アギレラ様に心酔してたわけ、もう次の回で判明するそうですが、この人間の頃のフリオね。で、アギレラ様はこれまで怪人隊見せておりませんでしたが、やっぱりもともと、特に今回が一応映像的には初変身だったんだけど、もともと変身能力は持ってたっぽくって、怪人隊になってフェニックスに捕まりそうなところを脱出してましたし、スタンプがなくてもちょっとした暴走、感情の暴走で変身するっぽいのもあったな。だけどそのギフテックスまで進んだ人間が一時的とはいえ人間の状態に、人間体に戻れるのはギフ様のおかげらしくって、それも今回の放送で判明しましたね。要は自分たちが人間の姿に戻れるのはまだギフ様が生きてるからだとか言って、まあ、なんで話的にはさくらが
お母さんの了承を得てちゃんと変身して戦えるようになったのと、あとはカメレオンデッドマンズとの決着っていうのが今週の放送の大まかなところだったんだけど、それにプラスして年末年始ってことでフォームチェンジ祭りね、いろんなおもちゃを使ってのおもちゃ反則会でもありましたから、そういうのもあってド派手な映像だった。大事もついにフォームチェンジ、ライブ状態でフォームチェンジしたしね。やっぱり使うのはジャッカルなんですね。そしてオルテカもアギレラ様の元から離れて自分がデッドマンズの中心になる、世界を自分のものにするっていう目論みがあって、デッドマンズも分裂してアギレラフリをオルテカカメレオンになるかと思ったら、今週の放送でカメレオン退場しちゃいましたから、来週の画像を見るとなんか新たなお姫様というか、黒いこの服を着てるのはデッドマンズの本部の人たちじゃん。アギレラ様を生贄に仕立て上げようとした組織ですよ。ボルケーノついに出ますし、バリドレイクスのアーマーをそのまま使ってる感じ。でもパワーアップできてよかったね。バイス、ボルケーノの見た目はリバイスのレックスゲノムのアンダースーツのカラーが全部表に出てきてる感じで、ちゃんとこれまでのスーツとつながりがあるのはいいですね。で、新しい研究者誰だ、そしてフリオとアギリア様の出会いが語られるわけか。さらにボルケーのパワーアップのための VR 終了シーン、うん、デッドマンズ本部いよいよ始動を、人間の頃のフリオ、フリオの中の人さ、すごいスピードで演技上手くなってますよね。で、来週はデッドマンズの崩壊から少しの取り方だった、しかし依然として幹部だった、そうそう、その前ちょっと読む前に、今日の放送そこで終わるみたいな、あの牛島家にさくらが、あの牛島家の息子のヒカルくんに渡したいものがあるから来てくれって言われて行ったら、あの家が真っ暗で、で地下になんかやってる光があって、そこに向かったところでバンと終わるっていう、おい、めっちゃ気持ち悪いよ終わり方で第一シーズン終わったんだけどみたいな。やっぱり桜関係は今後も牛島家が絡んでくるんだな。しかし依然として幹部だったアギレラ・オルテカ・フリオの行方は知れず捜索が続いていた。そんな中一騎は狩崎に会いに来ていた。天彦や工藤、そして裕次郎になりすましていた男、いずれも悪魔との分離を果たせなかったことから、改めてデッドマンのフェーズ3を救う術を模索したい。その願いに狩崎は一つの可能性を提案した。おお、ボルケーノはフェーズ3すら救える可能性、それはバリッドレックスゲノムを進化させたボルケーノレックスゲノムをマスターすること、一気は迷うことなくバイオスと共に仮想空間でのトレーニングを開始する。一方、幸せ湯には久々の依頼人がやってきていた。奥田陽介という名乗ったその男はかつての親友玉木ゴーを助けてほしいという。玉木は世間で言われているような極悪な男ではない、悪に落ちたのは自らの裏切りが原因なのだ。そう話す陽介の視線の先のテレビモニターには逃亡中のフリオが映っていて、でこの玉木っていうのがフリオってこと。でも話からしても新ライダーの投入、年始に合わせた新ライダーの投入ないんだな。だいたい第2シーズンに入ると新しい仮面ライダーが投入されるんだけど、去年なら最高さん、一昨年なら 1000% さんね。じゃあ中間が、まあ中間フォームが3月登場は毎年恒例だから、って思うと2月ぐらいに新ライダー、別のキャラの新ライダーが登場で、3月に中間フォームとかかな。裕次郎退場ちょっと寂しいな。ここにカメレオンデッドマンの正体ね、本当に誰でもなかったっていうのが良かった。怪しさ全開の牛島家、その地下には何か。ジャンヌパワーアップとかかな。ゲンタさんのレントゲンに心臓が映らない衝撃、心臓が映らない衝撃、もうギフ様とつながってるってことっすよね。2022年も楽しみましょう。そしてこれがクイーンビーね。デッドマンズベースの壊滅、そしてオルテカの裏切り、絶対絶命の状況に待ってをかけたのはデッドマンズの当主であり悪の花アギレラでした。ギフの花嫁となるために汚れない器である必要があった彼女は、自身の体にバイスタンプを押す行為はその光景、あ、そういうこと。これでギフ様復活の汚れなき器の資格はなくなったんだ。じゃあ生贄にも今後はなれないんだね。まあ、そもそもギフテックスをまた探す必要がありますもんね。へえ、だってポイントは蜂ならではの蜂蜜が
紙になってるわけね。カメレオンデッドマンに殺されて、あ、もう殺されてって書いてあるね。殺されていたという衝撃の事実、そしてこの悔しいですのつながりで、そこつながってたよね。ここすごかった。バトルシーンに流れてたのはやっぱり三兄弟の歌だったんだ。あ、今週あれだね、カメバズーカ、そうカメバズーカ使ってて昭和感ありましたね。そして50すべて埋まったと。では食玩ブログも確認しましょう。ジャッカルかっこいいよな。リバイスのスラリとしたシルエットにすごい似合ってる。さらにジャッカルのエビルかパンチパンチパンチで、でジャッカル3兄弟じゃん。ライブジャッカルね、ジャッカル3ジャッカルが揃い踏み。ジャッカルの、あ、待って、この頭部ってさ、そのままエビルから流用してるのか。そっか、ライブっぽさないもんね。エビルのジャッカルがもう出てくることはないのかな。まあライブでもジャッカルっていうのはエビル同様に高速攻撃が得意って感じでしたね。そんなわけですごい量の謎を残したまま第2シーズンに突入ってことで、まだまだ盛り上がりが終わらないですね。リバイス、ギフ様のギフってもうそのギチチで養父、漢字のギフをそのまま名前使ってるんじゃないかっていう話もありましたけど、マジそういう可能性も出てきたな。では各リンク下に貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。リバイス、次の放送は2週間後ってことで、ボルケーノの活躍はちょいとお預けですね。以上、レオンチャンネルの仮面ライダーリバイス16話感想動画でした。